二人は日記通りに出会い、恋に落ち、そして永遠に別れた。永遠とも思えた二人の物語に終わりの時が近づいてくる。エピソード7、本日配信開始。いよいよ最後が近づいてきました。二人の物語が迎える結末を一緒に温かく見届けましょう。めっちゃ可愛い。何？可愛い。まだなんか整理できないですけど。終わりたくない。